皆さんこんにちは。今日はですね、ハノンの練習の仕方第6回ということで、もう今日がハノンの練習の仕方の最後の回になると思います。はい、そうですね、今までいろいろやりました。ストーン練習、スタッカート、レガートなどで、まあ基本的な手の形も前回おしゃべりさせてもらったんですが、まあこれで最後の ハノンの動画にしようと思うんですけども、はい、今日おしゃべりしたいのは、まあ最後にどんな練習、このストーン練習やって、スタッカート、レガートいろいろやった後に、そうですね、やっぱリズム練習、そして、ちょっと早い、いつもより早いかけっこスタッカートについて、おしゃべりしたいと思います。はい、まずはまあリズム練習ですね。まあそのドミファソラシ、全動画、全部ハノンの第1番でお話しさせてもらってます。もちろんハノンの2番以降にもこれは同じこととして使えるので、全動画見ながら、別の、音使いの2番以降も試してみてくださいね。はい、リズム練習なんですけど、やっぱタッカはやりますね。とか逆タッカ、タタン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 のタッカの練習の時に長い方の音符、普天8分音符の方の音符の方が、支える指なんで、そこにちゃんと重みが乗ってるかを先生が確認するといいかなと思います。なかなか自分では早くやってきちゃうんですよね。どうしても頑張って早く弾こうとしてしまうので、そうじゃなくて、そのレッスンに1回、週に1回でも来た時にちゃんとフォームとか確認しながら、一緒に弾いてあげながら、こういうふうに横でね、この辺で弾いてあげながら、ここにちゃんと揉みかかってるとか、ちゃんと曲がってるとか、いろいろ止めてあげながらやらせてあげるといいと思います。で、まあリズム練習はもういろいろあります。本当にこういうふうにスタッカートとすら混ざったようなやつとか、さんに変えたりとか、どこか伸ばす音を変えたりとか、そういうのもいろいろ工夫してやってみてください。そうですね、番によっては最後の方とか、そのページ一個一個に、リズム練習の仕方の、まあ、提案みたいなのが載っているので、リズム練習 ABCD みたいな感じでね、載ってます。それをまあやってみるとやっぱりいいと思いますね。あとは、かける2の練習もよくやってもらいます。やっぱりその4、5とか動きにくい3、4とかで、型が崩れやすい2、3とかも、本当それぞれの指に神経がいくように、例えば同じ箇所に2個の音をこう2回、繰り返させる。それのスタッカート。本当にリズム練習だけでも永遠にあるので、いろいろお試しください。そして、はい、かけっこスタッカートなんですけど、多分前回かな、動画、2番目か3番目の動画でおしゃべりしたスタッカートの練習は、本当にゆっくりのスタッカートでした。で、そういうのがいろいろ終わって、リズム練も終わった後にやるのが、ピアノってあんまりその、そこまで弾かなくても音って出るんですよね。ちゃんとハンマーが上がってくれて音出るんですけど、少しいつもより手首を高めに設定して、その分指を、自分の指見てると面白いですね、動かさせます。で、こう指を動かしたら、ギリギリ鍵盤が触れるぐらいまで、手首を少し高く持って、とにかく指をいっぱい動かさせて、ちっちゃい音のスタッカートで早く弾く練習っていうのをやってもらってます。とにかくいっぱいいっぱい動かす。一本一本の指をたくさんこう動かして、本当にかけっこのような、まるでかけっこのような
感じで走ってるように見えますね、こうやって。あなたかけっこ早いでしょ、足早いでしょって言われたことがちっちゃい時あります。だいたい足が速い子は指も早く動くのよって、ちっちゃい時ついてた先生言ってらっしゃったんですけど、まあ、それも一理あるかもしれませんね。その早く動かそうという意識が高い人たちは足も手も一緒なのかもしれません。まあ、それもわからないですけど、いろいろやってみてください。はい。なので、リズムとした、かけっこスタッカートに関してはこんな感じですね。で、最後にいろいろやった後に仕上がりで、仕上げで1回でいいから、レガートで一番今できる、一番速い速さで、やってみてって言って、ちゃんと両手揃えてねって言って、最後に1回フォークで弾いてもらって、私は丸にしてます。はい。そしてですね、まあ、ここから雑談というか、まあ、本当に番外編になりますけど、そうですね、やっぱり白鍵、白い鍵盤だけなんですよね、ハノンって、どうしても。で、なかなかそれだけやると、完全に応用は効かないことも出てきます。やっぱり難しいですね。そういう意味では、そのどうやって応用させていくのかっていうところにやっぱ視点を持っていきたいので、そういう意味では、一個のパッセージ、まあ一小節に一つか二つのシャープかフラットを取り入れることをお勧めします。例えば、まあ一個から始めるとして、シャープの、まずはファにシャープをつけて全部弾いてみる。リズムでも何でもいいんですけど、でファとドにつける、これが終わったファとドとソにつける、で白鍵と黒鍵が混ざると、もうこの見えますかね、白鍵と黒鍵の高さの差って1センチぐらいあるんですよね。この部分が、まあ、差となって出てくるわけですから、だからとか距離もやっぱり、例えばミとレのシャープの間、ミとファのシャープの間だともう全然違ってくるわけですよね。でそれがやっぱり指がどんどん覚えていくといいなと思うんですけど、それってなかなか発見だけで練習してるとできなかったりするので、まあ、無意識にパッパッパッと手がこう持っていけるようになるためにも、今やったやつをフラットではシとミとラの順番にこうやっていくといいかもしれませんね。このCフラットつけました。次できたらシとミ。まあ、調和の順番順ですよね。で、それができたらシとミとラ。こういうふうに練習していくといいかもしれません。はい、なのでざっくり大まかに、リズム練習、かけっこスタッカーと、最後にレガートで早く弾く、そして番外編でシャープとかフラットをつけて弾いてみるっていうのも提案させてもらいました。はい、それでですね、これ毎日練習される方、この1回目から6回まで喋った全部の内容を全部やってもいいんですけど、なかなかそんな時間取れないのが現状ですよね。で、大体ハノンにかける時間は、そうですね、私はもう5分で十分かなと思ってます。全部、もちろん10分15分かけれる方はそれはそれで素晴らしいことですし、いいんですけど、やっぱ人間ってその集中力、時間の前に集中力の限界っていうのがあるんですよね。で、特にハノンっていうのは同じことの繰り返しなので、どうしても集中力が落ちてきちゃったり飽きてきちゃったり違うこと考えてしまいがちなので、そうなる前にもう5分っていう風に、例えば1日30分練習、15分練習するとしたら、もう本当に最初の5分でいいから、5分だけハノンしっかりやろうって決めて、今日まで提案したやつの1個か2個真剣に集中してやることがいいかもしれないなと思います。例えば月曜日はストーン練習とリズム練だけやろうとか、で例えば火曜日だったらかけっこスタッカートとシャープ混ぜてみようとか、
水曜日、もう1週間って7日あるわけだから、本当にさ、例えば1日2種類のことをやったとして、本当に7日間やったら14種類できるから、それを本当にこまめにこまめにやっていく方が、1週間に1回2時間ハノをやるとかよりも全然効果的で、本当に指が自分のものっていうような感じの感覚になってくると思うんですよね。はい、そんな感じでたくさん好き勝手おしゃべりさせていただきましたが、そんな感じで、一緒に練習しようシリーズの、ハノン編はおしまいです。また何か質問とかあったら教えてください。それでは皆さん、さようなら。